はい、第274回始めます。まだ夜じゃない、夕方6時にもなってないんですけども、真っ暗ですね。本当に日が短くなってまいりました。この真っ暗のところの廃屋でやってもね、まあそもそも私がここで喋ってるだけのねあれなんで、私が映ってようと見えまいが影響ないんですけど、やっぱり昼間の方がね見てもらえる率が高いんですよね、なぜか。うん、私的にはね、声だけ聞いてもらおうかなと思ってやってるんですけど、うん、まあでもしょうがない、暗くなってしまいました。やってきます。274回。ハワイのビーチがですね、海に沈む危機っていうことで、まあ気候変動の話です。で、2050年には4割の砂浜が消失する可能性が高まってますよっていうことで、まあハワイのね砂浜が4割なくなったら、ハワイはハワイでいられるのか、沖縄は沖縄でいられるのかみたいなね、グアムはガムでいられるのか。まあ、ハワイの魅力って言えばね、やっぱりビーチっていうのはあると思うんですけど、それがね4割減った時に今みたいな人気観光地であり続けられるのか。うん、まあ私4割減っても大丈夫な気はするんですけどね。うん、でハワイのビーチの海面上昇のリスクが迫ってると。うん、まあ今年はね、パキスタン洪水により国土の3分の1が水没とかね、ヨーロッパでは過去500年で最悪の干ばつとか、世界の気候変動被害がもう直面していると世界中が。うん、でこの影響、楽園と呼ばれるハワイの島々にも静かに忍び寄ってますよっていうことで、で海岸浸食が深刻な、何件もの大型リゾートホテルが連なるハワイ・マウイ島カーナバリビーチここでは、先日海岸線沿いに設けられた遊歩道の一部が迫り来る波によって崩れ、植えられていた樹木が倒れるなどの被害が出ていることが明らかになったと。もう浸食して遊歩道が崩れちゃったとね。ここまで浸食を受けることはなかったと、今までは。この原因は明らかに地球温暖化による海面上昇と考えられていると。またオアフ島北部のビーチでも、同じような危機が迫っているということで、もうまああれですね、2050年には4割のビーチがなくなりますよっていうことは、その間にこうやって徐々にね浸食も進んで影響がじわりじわりと、少しずつ浸食繰り返して、で2050年には4割のビーチがなくなるっていうことになるんだと思いますけど、まあ段階を追ってね行くんでしょうけど、まあそうですね、やっぱり日本も、まあ、島国ですからね、なんつったって海面が上がったら日本中の海岸線が影響を受けるわけで、日本ね小さな国ですけど、小さな国っていうかね、38万平方キロメートルしかないですけども、周り海なんでね、ほんと海面上昇っていうのはね、大陸国家に比べると深刻ですよ、影響は。うん、で日本の海岸線もほぼどうでしょう、砂浜っていうのはそんなに多くもないのかな、多くもないにしてももろ影響を受けますよね。だからまるで人事じゃない、ハワイだからどうのって話じゃないですよ。でまあ今もうこれだけね温暖化で、もう2022年の時点でね、熱波だの干ばつだの森林火災だのってやってますから、洪水だのってね、もう進んでるんであればもう止めようがないっていうかね、もう勢いづいてるところなんでね、まあなるようにしかならないんですけど、まあその後2050年とか2100年とか2200年っていうスパンで見た時に、影響が軽度で済むようにっていうのかな、なるようにやっぱりね温暖化対策っていうのはね進めていかなきゃならないと思います。はい、
で、まあ観光地ね、多分ハワイではね、あの海岸砂浜が4割減ったところで、まあ今ぐらいの人気観光スポットではあるような気はしますね。なんならビーチがなくなってもハワイはハワイみたいなね、あの雰囲気とか景色とか、うん、それだけでも十分観光資源だと思うんで、何も、まあ、ビーチあればいいですけど、なくてもですね、多分大丈夫なんじゃないかなと個人的には思ってます。ということで、274回ハワイがハワイでなくなるかもと、ハワイのビーチがなくなるかもというお話ししました。ありがとうございました。またお願いします。失礼します。